あ、今クマが走り出しました。今クマが走りました。今銃を撃ちました。今朝札幌市東区で起きたクマ騒動。クマいる。あ、やられてるやられてる。住宅街に現れたクマに男女4人が襲われて怪我をしました。大きめのクマが住宅街の道路沿いを走っている。午前3時半ごろに入った通報から始まったクマ騒動。クマ騒動出てますよ。自転車の方、クマ騒動いますよ。離れてください。畑、中学校のグラウンド、そして大型商業施設の前。体長およそ 1.5メートル、5歳から6歳のオスとみられるクマは東区内を縦横無尽に走り回ります。そして午前6時前、住宅街で男性がクマに襲われます。クマに襲われたのは70代の男性。ゴミ投げて戻ってきたらクマがここから来た。後ろからドーンと乗っかったみたいになって、背中に2本の爪痕が出て、こんなやつ。そして男性が襲われた直後、クマは80代の女性に襲いかかりました。私は朝いつも6時ごろゴミ出しするんですよ。それで出して後ろ見たらクマがわーっと来てたんですよ。それでびっくりして こっち向いたらもうわーっと襲ってきて、それでギャーっていう声出したんですよ私。そしたらそのままスーッと行っちゃった。クマ出るのっていう感じでいたんですよね。だから信じられなかったんですよね。そのおよそ1時間後、午前7時過ぎにはクマは東区北33条東16丁目に場所を移動。住宅街に現れたクマは男性に後ろから近づきます。おい、やられてるやられてる。男性に襲いかかったクマ、倒れてるところに3回ぐらいクマ行ったり来たりして戦ってましたって襲われてたんで、パトカーにもボンネットにドンって乗っかっていくぐらいの勢いでぶつかっていってましたけど。クマに襲われた男性は肋骨を折るなど大怪我をしました。午前8時前には陸上自衛隊丘珠駐屯地で40代の男性隊員が襲われ、脇腹に怪我をしました。クマは人見たら襲うものでは決してありません。むしろ、非常に稀なケース。ではなぜクマは今回人を襲ったのでしょうか。興奮してパニック状態になって自分の進路上にいる人間をですね、その進路を妨害するものとして攻撃するような、そういう行動を取ってしまったんじゃないかなというふうに思います。クマが出没した地下鉄新道東駅ではこのように一部出入り口が閉鎖されています。クマの出没により市民生活にも影響が出ました。東区と北区の小学校中学校11校が臨時休校になり、丘珠空港では合わせて10便が欠航になりました。クマはこちらの工場のガラスを突き破って逃げていったようです。なんとこちらにはクマの毛が残されています。工場の中にはクマの足跡が残っています。私の手の大きさの2倍ぐらいです。住宅街から少し離れた場所に現れたクマは用水路を走り、東区丘珠町の茂みに向かっていきます。警察のヘリコプターによって捜索が始まっています。コードを下げて、その風圧で茂みの中を探しています。そして、あ、今銃を向け始めました。今銃を向け始めました。今慌ただしく銃を向け始めました。
あ、今クマが走り出しました。今クマが走りました。今銃を撃ちました。今クマが倒れました。銃声の後クマが倒れました。また茂みの中へとクマが、あ、今銃をまた撃ち始めました。また銃を一発撃ちました。猟友会の方々が手を挙げて合図をしています。負傷者4人、工場のガラスが割れる被害が1件。札幌東区に現れたクマは通報からおよそ8時間後駆除されました。